行きたいと思います。スッコンチルワイツ高校イラゴート発祥ですよ。ディレティックピンザピン、あらひょっとさん思い越し上げてわざわざ名古屋から新幹線で来ました。またもいやテキーラ飲みながら伊達ビギリと約束交わしました。次のショットでワッツこの超えた遊び度数高いお酒でまともや遊んでる。千鳥足のステップが誰よりも心地いいはず。やっぱバトルやる上でこれは娯楽、音源が重要。ライブの裏側嫉妬もヒット、そこからあるから俺なら得てるものがあるから、そこ重要視してるから。お前はヒーロー、悪役気取りやこの場に登場。わざ君が音楽をできない、その裏側を目指してるなら俺一発だけ、それだけで名工芸見えるんすよ。俺はもうバトルあんまやんないからっていう態度が目に見えてんだよ。同じクラブで出会ったハートならダイヤがなくたって輝けるのさ。七並べ数字は違いとマークが同じならフレンドと呼ぶのさ。ごめんね、思考が合理的だからどうすればいいラップできるか考えて、君のスタッフがこの話を俺が聞いたとこでマジ無駄無駄。面白くない、俺は捨てるもの全て選んだ。君の話に入り込む前に俺一人の方がぶちあげられる。捨てるものもあれば拾うものがあるから、そこで何か重要か考えなきゃ。やっぱりホイップホップ楽しいから、それであって何度だな。トランプの話もお前も言葉遊びできたはずなのに、なんかそこもどうなのか偉そうにしてな。ヒーロー気取りゲー、それではジャッジしていきたいと思います。先行チェルバイツ高校イエラコート、そうザイエラコートです。チェルバイ君も名古屋から予選ありがとうございます。ぜひ一言伸ばしてください。あのさ、東京出身なんですけど名古屋在住なんで、でもレペゼン、あの UMB のエントリー表にも書いてあるんですけど、レペゼン友達の隣なんで、あの皆さん今日友達になって俺のレペゼンになってください。お願いします。ありがとうございました。チェルバイツに大きな拍手を。よかったら覚えてください。